1977年のバ路駅と周囲約500メートル範囲。右下が網走方面。中遊別側にずれた島式ホームを有するが、駅舎側に開いた片開け分岐を持ち、駅裏側が本線。駅舎側は中遊別側に貨物積み下ろし場を持つ貨物線として使用されている。輪郭がわかりがたいが、その副本線上中遊別側に留置された一両の、 カシャラ式影が見える。また、本線の外側にも副本線が見えるが、これは後に引き込み線化されている。駅裏のストックヤードは県政に戻っているが、昭和20年代中頃までは、駅舎横と共に、多くの木材が望みされていた。中有別方面の駅表裏両側に当時からの、国土交通省国土画像情報をもとに、作成場路駅は、 北海道門別郡遊別町麻原にかつて設置されていた日本国有鉄道有毛線の駅である。電報略号はハロ。有毛線の廃線に伴い1987年3月20日に廃駅となった。廃止時点で島式ホームの片面を使用する一面一線のホームと線路を有した地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。 かつては一面二線の島式ホームを有する列車交換可能な交換駅であった。1983年時点では使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後も転鉄機が中優別型、網走方の両方向とも維持された形で側線として残っていた。その他、本線網走方の交換設備ポイントより、網走よりからホームの外側に分岐する。 行き止まりの側線を一線有していた。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、港内の南西側に位置し、港内踏切で側線を渡り、ホーム南側とを結び当駅が所在していた地名より、由来は現在のバロー川の河口が石碑と枕木があるのみ、バロ地区住民により結成された旧バロー駅保存会により、 廃駅後も20年近くにわたって、駅舎、ホーム、レールが保存され、駅舎は休憩、簡易宿泊施設として利用されていたが、国道からやや奥まったあまり目立たない場所にあったため、訪れる客は少なく、老朽化や地域住民の高齢化とか疎化が進んだため、保存が困難になり2006年夏に駅舎が解体され、その後ホームと駅名標も撤去された。 1999年時点では、駅構内一式が廃駅当時のままであった。2001年時点でも、駅名版、駅舎内の路線廃止時の運賃表、駅舎とは、別棟のトイレ棟、駅舎横の観光案内板などが残存していた。2010年時点では、バロ駅の跡と記載された、記念碑と、その後ろに撤去された枕木が積み上げられているのみとなっており、 2011年時点でも同様であったが、2014年5月に、駅跡地に介護福祉施設、サポートセンターバロー、湖水の森が建てられた。記念碑は、この施設の敷地内に残されている。同じ優別町内にある、ケロチ駅は、国道沿いにあり、公園として、引き続き整備されているため、網走市内ののトロ駅と奪らない駅の関係と、同じような状態となっている。また、 2011年時点では駅跡から、渋しかり乗降場型の線路跡が未舗装の道路として再利用されていた。日本国有鉄道有毛線中有別駅、五火山狩り乗降場から、福島狩り乗降場から馬路駅、渋しかり乗降場ケロチ駅。ありがとうございます。